今回紹介するのは、白旗の少女という本です。太平洋戦争末期の沖縄本島の南部、この日本最大の激戦地で、逃亡の途中、兄弟たちとはぐれたわずか7歳の少女が、たった1人で戦場をさまようことになった。しかし、偶然巡り合った体の不自由な老夫婦の献身で、 白旗を持って一人でアメリカ軍に投降し奇跡的に一命を取り留めたこの少女の戦場での体験を追った愛と感動の記録白い旗を掲げて投降した女の子をアメリカの兵士が撮った写真を記憶していますただそれまでこの七つにもならない少女はどうして一人っきりになりどう生きこの白旗もどうやって手に入れたのか を知りたたくなってこの本を読みました小学校上級向けなのでイラストや写真もあり読みやすく書かれていますから子どもたちにも沖縄の戦争で一人の少女が家族とはぐれて怖い目に遭いながら一生懸命生きたことを知ってもらうには良い本です。日本では沖縄でしか戦争が起こらなかったのです。家族とはぐれ 多くの危険を避けながら逃げ暮らしたこの少女のような子供たちはたくさんいたでしょう。食べ物もない少女は見つけた穴にいたおじいさん、おばあさんとつかの間の暮らしをし、戦争終わりのアメリカ軍の呼びかけに白旗を掲げて投稿しました。おじいさんの命は大事の言葉の重みが胸にじんときます。以上、興味のある方は、 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。